今回主鏡パネルというのはですね、アルミの無垢材から機械加工で削り出した構造になってまして、どうしても一つ一つのサイズが機械加工で作りますので小さいサイズしかできません。でこれを支持しようとしますと骨組みをいっぱい張り巡らさないといけないと、そうすると構造的に成立しないということがありまして、そのバッキングストラクチャーと主鏡パネルの間に、バックパネルと呼ばれる CFRP とアルミハミカムのサンドイッチパネルですねを1枚かますことによって、主鏡としての構造を成立させております。アルマ電波望遠鏡のですね、バックパネルの部分のスキン層の成形をしてます。スキン層は、CFRP で作られていまして、こちらのようにカーボンのプリプレグというものを何層も重ねて作っております。積層の方法がですね、角度がいろいろ振ってありますので、それを間違えないように注意することと、あとは異物とそういうものが入らないように注意しております。この後は真空引いて、硬化の工程に入ります。こちらではですね、バックパネルを組み立てて、これが組み立て終わったものです。この中にパネ調ボスというリングが接着されているんですけど、それを接着する時の精度が非常に要求されていまして、1精度を出すためのジグを作るのが苦労しています。でそのジグ精度によってこのパネルというのが組み立てられています。さらに、気密性がすごい保たれるのが重要なものですので、全周白いシーリングで、シールして全体の気密を保っています。バックアップパネルの下側にある、トラスパイプ、それからステイパイプの成形をしているところです。シートロール成形をしたパイプの表面にフィラメントワインディング工法で炭素繊維を巻きつける工程です。この高断線の炭素繊維を巻きつける巻きつけ角度の設計、それから樹脂の含有率のコントロールというのが重要な要素です。事前の実験で、極低温時になりますとこのパイプに非常に高い内膨力が発生することが分かりました。
したがってその内部力を抑えるために、ヒロエンドワインディングでの成形角度の設計、それから使用する樹脂の硬化プロセスの選定というのに非常に苦労しました。反射鏡を支えるリブを作っています。ジグを用いないと寸法にばらつきも出るので、まず本体を溶接して一枚一枚を手作業で行い、ばらつきのないように行っています。そうですね、インバー結構溶接がしにくいし結構歪むんです。何でもそうなんですけど、とにかく手順を一度に仮付けするんじゃなくて、まず、板にパイプを溶接して、その後に歪みを取って、それから板を仮付けする。もうとにかく順番が大事なんです。ここでは7メーターと12メーターのセンターハブ、それとまあそれの周りにつくリブというものを作っています。溶接構造物で一番苦労するか一番あれするのが溶接による歪みで、これでこれ、まあ、歪みがをどうして取ろうか、またどうして寸法を出そうかいうので、まあ、一番最初に悩んだのがその点なんですけども、まあ、これまで数々、まあ、いろんなものを作らせてもらって、そこで得た、まあ、知識言いますか、それをもう今回はもうかなり頭使いまして、もういろんな方法を試しながら寸法を出すようにしましたけど、構造的には鉄の7メーターの方が難しいんですけど、まあ、12メーターの方が構造的には単純なんですけども、言われたように溶接が簡単に言うと血管が入りやすい、もうほんまに、まあ、慎重に言いますか、ちょっとでも何かするとすぐピンホール言うて針みたいな穴が開くんですね。だからその後に穴が開いてないかどうか詳しく調べまして、もう穴が開いとったらそこをちょっと修正して持って走り直すと。だからかなりそういうところで時間は手間取りましたね。この当工場ではパラボラのセンター部分を加工しております。
横型のマシーングセンターに乗せまして、起こして一発で全体の加工を行います。加工のワークが大きいですから、加工時間が長くなりますので、工具の伸びとか品物が寸法変化を熱で起こすんです。そういったことに注意しながら加工を行っております。そうですね、大きさの割に加工精度は少し厳しいものとなっておりますが、まあ、なんとかこなしておる次第です。そうですね、やはり今申し上げてました通り、加工中に熱によってですね、ワークが変形したりですとか、あるいは工具自体が伸びたりしますので、狙った寸法通り加工できないということが多々あるんです。そういったことを実績踏まえながら加工をしております。ナノメーターに関しましては鉄に置き換えて、作っております。ただし鉄というのはCFRP やに比べまして温度に対して10倍伸びるという特性を持ってますので、その点が非常に問題になります。まあ、簡単に言うと熱の温度分布を10分の1にするということを目標に、内部にファンを使って構造の中に空気を循環させるという方法を取りました。でこの鉄でなぜですね25ミクロンが達成できるかということをですね、近くへ行ってご説明したいと思います。でここにご覧いただきますのは7メートルの主橋なんですけれども、ここにありますのがその秘密のですねファンです。でこの一つの主橋でですね24個のいわゆる大きな換気扇が入ってございまして、この換気扇を使って風の力を利用しまして、この構造すべてをですね、大体2度ぐらいですねの温度の差しかないように均一な状態に保っております。どうやってですねこのアンテナの主橋をですね、均温化していくかということをご説明いたします。で、先ほどのこのファンですね、実はこれは吸い出しておりまして、風はこの外に流れるような形になっています。で風自体どこから入ってくるかといいますと、主橋の外縁の部分に吸い込みの口がございまして、そこから、風が取り入れられるような形になっております。で取り入れられた風というのは、こう中見ていただくと分かりますけれども、この白く見えるこの部分ですね、こちらが、鉄でできた骨組み、その周りに、白い部分はこれ断熱材でくるまれております。でこの骨組みの中をですね、その取り込まれた風がですね流れまして、そして、この中の構造の中に吹き上げられ、そして、吸い込まれてこの、ファンから外へ吐き出されるということで、全ての構造部分をですね風を流してやることによって、そして、外気と同じ温度に、してやろうという発想です。世界で一番いいものを作りたいという、そういう心意気とかですね、そういうのが、そういう人が集まってきて一生懸命考えてくれたっていう、日本のなんか作った制度がなんか抜群にええと聞いて、かなり誇りに思ったというか、これからますますなんかもっとなんか制度のええものが作れるんじゃないかとか、もっとなんか難しいものをなんか持ってこいやいう感じで、熱意と情熱ですかね。はい、私どもは製造業としても下支えをしている部分なんで、本当に嬉しいなという気持ちでいっぱいなんですけど、はい、やったぞと思ってます。正直、そんだけ日本の技術が高くて、世界に誇れる仕事をしてて、それを僕たちが、携わって仕事できるのはすごい誇りに思うし、宇宙の神秘といいますか、そういう謎に
を解き明かす一つの装置を作ったというところに、まあ、私どもが貢献できたということがすごく誇りに思える、そういう仕事に携われてですね、本当に良かったなと心からですねそう思っております。